はい、では、行きましょう。2010年度の本試験漢文でございます。まずは中から見てみましょうか。中からご覧ください。このようになっていますね。これまあ見るとですね、まあキーワードというか登場人物として、押さえるべきがこの徒歩ですね。2番、でございます。まあこの徒歩というのは、はい、ちょっとここ線引いてみましょうか。徒歩は政党の詩人って書いてありますね。党という時代は4つに分かれていまして、諸党、政党、中党、番党というふうに書いてあります。これが後々、超えて、聞いてくるのかなという気がします。まあ詩に関する話だとは思います。多分ね、途中、詩が出てきましたよね。それもしっかり読解していきましょう。では参ります。1段落目です。1段落目、はい、世の学ぶ者、近頃の学問文芸を収めようとする人ですね。まあただ単に丸でもつけておきましょう。で、この字なんですよね。この字ちょっと代々でチェックしましょうか。多分ですが読めないと思うんですね。これ読める人はなかなかいないと思うんです。ちょっと一旦これを飛ばしておきます。飛ばして、都市を持って、これは、三角括弧で跳ねておきましょう。で、この徒歩さんのことをじゃあ今日は A と表しておきますけども、ナスとありますね。ナス線引いて V、南海丸括弧をつけておきましょう。つまり A さんの詩を南海とナスっていうふうに書いてるわけですね。 A さんの詩はよくわかんねえって言ってるわけです。これでもう文が成立してますよね。つまり何が言いたいかっていうと、この字というのは普通に考えれば動くとか動かすって読みたいじゃないですか。でも動く動かすって読んだらそれ絶対動詞ですよね。これはもう動詞ではないと。文要素としておそらくこれは副詞になるんだと。ということはこの時点でわかります。ただ意味は全くわかりません。もうちょっと読ませてください。だから、あえてって読みますよね。この字ちゃんとチェックしましょうね。あえてと読みますよね。上に図がありますから部分否定なんでしょうか。ひとたびも目を通さずって書いてあります。通すだけ線引いて V としてみましょう。一個も目を通さないんだよねと。徒歩の詩は難しいよとみんながなしているから、一回も目を通さないのが今の学者ですねっていうふうに言ってるわけですね。ここまで大丈夫でしょうか。ということはこの字っていうのは一体何を意味してるんだろうかっていうふうに考えていくときには、おそらくなんですが、まだおそらくの段階を出してませんので許してほしいんだけど、おそらくなんですが、これはこういう言葉書いて分かりますか。憂慮、訳し方をすると何とかしちゃうんだよなっていう、受験生って大事な時に限って居眠りしちゃうんだよな的な、そういう憂慮を表す言葉なのかなという気がするんですね。はい、これはこの後の、筆者の意見をつかむと、憂慮を表している言葉だということは実はすぐに分かってくるはずなんですが、まあ先にバラしておきましょう。これ読み方、後で調べてみてくださいね。ややもすればと読みます。だからひょっとするととかとかくとかっていう風な訳し方になっていくわけなんですね。はい、また後で、答え合わせをするとしてね、とかくとかひょっとするととか、という感じなんです。続けていきます。意がするところのもの、これただ単に丸だけつけておきますね。はい、音読するですか、朗読するものはあらず、青でチェック。
聡明にあらざれば、すなわち番頭。番頭並み線引いとくね。徒歩が活躍したのは政党なんだよね。政党じゃない時代だっていうことですね。で、ここにこう来ていました。なんぞ知らんや。これなんぞ、見たことない字ですけども、読み方なんぞですから、おそらくこれはこの字と一緒。そしてもう知らんやというふうになっています。知っているだろうか、いや知らないって訳してあげる。んやで反語になるわけですね。どうして知っているだろうか、いや知らないと、そんな感じになるんでしょうね。で、動詞はここにあって、で、その内容がこの知らんや以下に何を知らないのかっていうのが、知らないということなんでしょうかね。はい。訓戦することは影響を受けること、すでに深く、後いえども逆三角、歩数は青でチェックしとこうか。英語の want to に相当、何々したいですよね。 want to、 はい。とにすまんと歩数といえども、すまん線引いて V 丸括弧しておきましょう。ここはね、つまり徒歩の死、 A さんの死に進まないと、お住みたいと欲したとしてもっていう感じだね。またうべきかかっていうのは、これは疑問ですよね。疑問を表しますよね。はい。得ることができるだろうかを知っているだろうか、いや知らないなんていうような感じになってるわけですね。じゃあこれ一体全体何を言いたいかっていうと、ポイントになってくるのは実はここだったんですね。 A さんの死に住みたいとは言ってもって書いてあるわけですよ。じゃあこれ普通に逆説の使い方を考えるとすると、進みたいと言ってもって言ったら、進める進めない、どっちって意味になるはずですか。そうですよね。普通に逆説の使い方を知っていたら、この家ども以下で言いたいことは、 A の死には進めないって言いたいわけですよね。だからなんて言うんでしょう、時代的には新しい死にかなり影響を受けてしまって、みんなが難しいと思っているだろう徒歩の詩を勉強したいと思ったとしても、もうその新しい詩に影響を深く受けてしまっていて、なかなか徒歩の詩を理解することからは遠ざかっていってしまってるよ、というようなことをこの1段落目で言ってるわけですね。じゃあ続けて2段落目も言っちゃいましょう。2段落目 OK かな。はい。解くもの、言う、優先引いて V。解くものは丸だけつけておきましょう。解くものというのは、説を述べる人、論者です。はい。言ってる内容はこの下から。じゃあ、ちょっと大きく仮括弧でも打ってみましょうか。よいしょと。はい。うちの塾でもこういうことを言いそうな先生っているんですけどね。簡単に言うと、この下には何が書いてあるかっていうと、スモールステップがいいんじゃないっていうようなことを言ってるんですよ。こう言ってます。学ぶものは、まさに青でチェック。はい。登る線引いて V。高きに丸括弧。まさに高きに登るに、低きを、よりって書いてありますね。これはより大事ですね。読み方より、意味はどこどこからっていう意味ですよね。英語の from に相当します。低いところから始めるべきだって言ってるわけですね。低いレベルから始めるべきだ。で、何するなっつってるかっていうと、不可、ね、何々できない、何々してはいけない、何しちゃいけない、両党、段階を飛び越えてはならないって言ってるわけですね。はい。わかりやすく書けば、これはスモールステップって意味ですよね。ある論者は、
一歩ずつ階段を踏みしめながら行こうよ、なんていうふうなことを言ってるわけです。じゃあこれを書いてる筆者はどう思ってるか。この弦ほにゃららに近くしてって書いてあります。ただこの字ってどう読めばいいかってことですよね。この字のポイントは実はこの下にこれがあって対句の格好になってるんですね。こいつは当然火と読みます。火、間違いということです。ね、非道なんていう、ここではつながってませんけども、非道って言ったら間違った行いって意味になりますよね。じゃあこの字ってどういう意味になるはずなんでしょう。そうです、正しいって意味なんですね。そう、正しいと読むときはこいつはぜと読みましたよね。皆さんにぜひを問いたいなんていう言葉あるじゃないですか。はい、正しいのか間違ってるのかっていうことです。はい、だから筆者の評価っていうのはこのスモールステップっていうものに対し筆者はおかしいと、筆者はマイナスの評価をしてるわけですね。これはおかしいと、真理に近いかもしれないけどおかしいって言ってるわけですね。はい、道に同じからざる、ざるはあるがゆえ、ゆえは理由ですよね。道に同じじゃないものがあるからだって言ってるわけです。何のこっちゃよくわかりません。もしと読みますね、こいつはね。いきなり文頭で5としては読みませんよね。これは仮定です。もし仮定、もし泰山を登る、泰山を登る、登る線引いて V、 泰山は丸括弧つけて X をしておきましょうか。泰山、山東省にある名山、まあすごい山なんでしょうね、を両方によりて、はい、両方丸括弧つけて Y としておきましょうか。はい、両方っていうのは泰山の麓にある低い山だっつってるわけですね。つまりちょっと絵を描いておくと、 X っていうこういう大きな山があって、その近くに小さな山 Y があるってことですよね。大丈夫ですかね。はい、両方よりて登らば、登る線引いて V、 つまり X を目指すために Y を登るんであればって言ってるわけですね。登らば、はい、これをこれ、U 線引いて V、 はい、引く気よりって読めばいいですか。引く気より、これもよりと読んでください。これを引く気よりとすと、引く気っていうのはまあこれこの字でいいですよ。低いところから始めたんだねっていうことができそうだと。で、その後またもしと来ています。もし、減る、線引いて V。次の山は、不益、丸括弧つけて Z としておきましょうか。不益っていうのは中にこう書いてありますね。共に泰山から見て、はるか南にある低い山。じゃあ、ここら辺に適当に Z って書きましょうか。適当に Z って書きましょうか。はい。久美子に質問するね。Y 登ったら X 目指せるかな。うん、目指せるよね。 Z 登ったら X 目指せるかな。目指せないよね。登っても意味ないですよね。全く登っても意味ないですよね。ここはね、ここは登ったら次にチャレンジっていうことができそうだけど、これは登っても一回降りなきゃダメですよね。はい、そういうようなことを言ってるわけです。はい、を願わば、日の頂に至らん線引いて V、悲観の頂丸括弧、悲観の頂っていうのは泰山の最も高い峰の一つだから、これ X って書きますね。つまり Z
頭に登って X を目指そうと願うのは、これをいよいよ、これを尋ねること尋ねること線引いて V、 いよいよ苦しく、これを去る去る線引いて V、 いよいよ花、闘志、これいよ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 って書いてあるね。いよ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 、これ多分久美子も調べてくれてるのかな。いよいよっていうのはますますって意味でしたよね。 A すればするほどますます B というような使い方。つまり Z から始めて X に行こうとすると苦しく感じるよ、だから遠くなっちゃうよっていう風に言ってるわけですね。はい。つまり X を目指すんであれば、 X を目指すんであれば同じ低い山でも Z、 こんな風に全く関係のない、これ関係ないねって感じですよね。こういう風に関係のない Z を登るのではなく、 X と関連する Y から登るべきだと。私は数学の、因数分解ができないって言ったら、何から勉強を始めますかって言って、政府の数から始めたらちょっと厳しいですよね。文字式あたりから始めたらっていうふうに多分アドバイスしますよね。そういうようなことを言ってるんだと思います。スモールステップと言っても、どこをそのスモールのステップと取るかによって、うまくいく場合と全くうまくいかない場合があるよと。でここら辺で何か話をしていたのは、その詩のスタートということで番頭の詩を読み出そうとする今の学者が結構いるけど、今の学ぶものが結構いるけど、それって きっとこう言いたいんでしょうね。それって Z の方言ってるよと、もっと近づいていかなきゃ、山のギリギリ近いところのスモールから登っていかなきゃあかんちゃん、ということを一段落目で言いたかったんでしょうね。大丈夫、最後まで読んじゃおうか。最後まで読んじゃうと一気に問題見えてきます。三段落目、はい、久美子先輩、これなんて読むんでしたっけ、この二文字。力はすなわち、だからそうであるならばって意味ですよね。そうであるならば、大丈夫かな。で多分 B の意味を取ってくださいとか B の句型を取ってくださいって言ってるんだと思うけど、ごめんごめんごめん、もう僕この下読まなくてもなんとなくわかる気がするよ。こういうことでしょ。スモールステップを目指そう、それは正しいけど誤りな部分がある。スモールステップを取るべきところを間違ったら真理とは全然遠くの方に行っちまうよっていう話をさっきまでしたんだよね。そうであるならばって言ったら、ここに書いてほしいのは、じゃあ X に登るにはどうしたらいいんですか的なことを書いてほしいですよね。それがこの下にあるわけですね。とを学ぶ、丸括弧をつけて、A とを学ぶもの、はい、これはどういうふうに読むかっていうことなんですが、はい、この字から読むこととしましょう。いかん、どうするっていうことですよね。どうする、 How to。 で、 How to と書いてしまうとちょっと分かりにくいかもしれませんけども、これどうするという動詞なんですね。どうするという動詞なんですね。だから動詞の上に当たるこの当たるという字は何のラインマーカー引いていい？色じゃん。うん、色塗りたい。普段僕塗るじゃないですか、ここに色。青ですよ。句形を作りますよね。再読文字になるはずなんです。まさに何々すべしっていうやつですね。どうすることがかなのかいいのかってことですね。はい、まあ、これは形容詞として使われていますね。ここでは形容詞的用法ですね。どうすることがいいんでしょうかと。続けていきますね。用意枠、よっていうのは自分のことです。筆者 W としておきましょう。私はこう思う、
ケミス、線引いて V、との五律のうち、ちょっとこれずーっと括弧っちゃいましょうね、との五律、五言律詩のうち、千金にして、波線だけ引いとくね、浅くて近くて、疫妙なる。浅くて近くて簡単で分かりやすいって意味ですか。はい。もの、ごとき、何々のようなものですね。これはごとしと読みましょう。作品名も挙げてるわけですね。それが、天が経過、諸穴、鷹を描く、丹後賜るの意、英仏などの変、変の、ここに一点がありましたね。このようなものと言っているわけですね。つまり今筆者は何をしたかっていうと、 X、まあこれは結局のところ徒歩の歌ですよね。徒歩の詩っていうのを極めるためにはどうしたらいいですか。簡単なやつ、正統の和歌とかそういうのはダメですよと。X に近づきたかったら X のやつからやっぱり始めないといけないと。じゃあ X のやつの中でも簡単なものをやってみたらいいんじゃないって言ってるわけですね。つまりここで言う天が経過なんちゃらかんちゃらっていうのは、ここでは Y に当たるわけですね。はい、確認しますね。都市をその大きな泰山 X とし、それに近づくための方法として、その都市の中でも分かりやすいもの、それを Y としました。だからこういう番頭の詩とかっていうのはもしかすると、Z に当たるのかなと。そんなの読んだってしゃあないぞっていうやつに当たるのかなという気がします。大丈夫、 Z って書いた OK、 はい、しっかりしてくださいね。はい、アルファベット間違えないようにね。OK、 はい、続けていきます。反復人役ね、繰り返し繰り返し読めば、はい、神木おのずから明らかにして、門戸にてざるざる青、わずらう線引いて V、 その望み見せざるをわずらう丸括弧、わずらわざると。つまりまあY から始めればゴールが見えなくなることはないよというようなことを言いたいんですがね。冒険せざるを煩わざる、ね、ああ頂上が見えないよってなることは多分ないと思うよって言ってるわけですね。逆に言うと Z から始めてしまったら頂上が見えないよって感じですよね。はい、続けていきます。はい、これよりして進む、進む線引いて V、会を経て道に登ることほとんど気あらんというふうに言ってるわけですね。期待することができるだろうと。これは反語じゃないからね、推量 だけだからね。ただのね、別に否定語とかないでしょ。ただの推定だからね、推量推定ね。こうやって Y から始めていけばそれは確かに正しいスモールステップだっていうふうに言ってるわけです。理解できました。はい、スモールステップもやり方を間違えたら迷子になるよと、真理にたどり着かないよというのがこの人の言いたかったことのようです。見てみましょう。1番、この中でこれややもすればと読む難しいやつでした。久美子先輩答えをお願いします。これは意味を聞いてるんですね。はい、とかくという意味になります。そう、これは筆者の有量ね、もう一回漢字書いておきましょう。有量を表す、言葉だったんだということも頭に入れておいてください。もう一つ、B は、B じゃないですね、2番はこれは Z を読むべき字でした。正しい意味は、はい、正しいことですね。 OK、 では続けていきましょう。2、これの解釈知ってるだろうか、いや知らないよなっていうことです。はい、もう一度先ほど僕が書いたやつを見てみると、簡単なやつ、ここで言う簡単なやつ、その訓戦することっていうのは Z
に訓戦することって感じですね。 Z に訓戦する、つまりなんか登ってもしゃあないやつに影響を受けてしまって、もう A の死には進めない、この A っていうのは X と言い換えてもいいですか、というようなことを言っているもの、はい、そうやって反応を体系していました。答えどれになるでしょう。はい、いいですね。詩を学ぶものは民代東大、これが Z なのかな、あ、番頭の詩、ここまで Z ですね、の影響をすでに色濃く受けてしまっているので、後に都市、これは X としていいですか、 X を学ぼうとしても、もはやできなくなっている。いいですね。答えは5番になりそうです。 Next page。 次、なかなか面白い問題ですね。都市、都市の中の簡単な作品というふうな形になっていました。大丈夫ですかね。じゃあこれを山に例えたらどうなりますかと、はい、というふうに言ってるわけです。もちろんそれぞれ1番には XYZ、 これを放り込んであげたいところですね。答えをどうぞ。はい、いいですね。3番、泰山両方、というふうな感じになるわけです。続けていきましょう。力場すなわちというふうに書いてあるやつでございますね。はい、これちゃんと読んでなかったので、もう一回じゃあ書き下してみたいと思います。力場すなわちと学ぶもの、はい、まさにいかんとすべきがかなりっていうふうに断定の文になるはずです。ちょっと見てみましょうか。力場すなわちまで共通しています。と学ぶものはまれ共通しています。はい、まず1と5はこの瞬間落ちましたね。まさにから読まなきゃいけませんね。まさにいかなるべく、いずれのごとくじゃ選択してますよね。いかんぞ、いかんぞだとまさにと読んだら動詞、これ再読文字の読み方としてつながりませんよね。まさにいかなる、これで動詞として取ってべく、まさにべしですね。こっちべしないですもんね。はい、そうすると答えは4番になり、その解釈として正しいものはじゃあ久美子先輩に、はい、だったら都市を学ぶにはどうしたらええっていうやつですね。で詩を見ましょうか。問い5番とありました。まあとはいえここに書いてあるし、現代語訳が書いてありますので、まあ現代語訳をだーっと見てください。そして重要なのは本文の趣旨踏まえたまえと。確かこの蛍の火っていうのは Y だったんですよね。徒歩の詩の中でもキーワードはこれでしたね。千金疫苗ですか。これこれ千金疫妙、そんなに深くなくてあなたに近くて分かり、あなたに近くて簡単ではっきりしているもの、だから全部このような以下に千金疫苗が書いてあると思うんですね。まず金、身近な題材あるよね、を用いつつ表現意図は明確、これが明なのかな。優れた技巧、これ関係ないよね。叙情性、これも関係ないよね。複雑な、だだだ、もう複雑なもう絶対ダメだよね。で平易って言ってますね。で、内容に奥行きのあるっていうふうにここに書いてある、これがちょっと気になる。こっちは表現意図明確、これも気になる。まあ難解な詩を訳す礎となるとあるから1と5というやつで迷えばいいのかなという気がするんですね。あとは1番の前半の文、蛍は人間の幸福に何も寄与しないことを批判的ちょっと読んでみましょうか。蛍はもともと腐敗した草から生まれ出るもの、どうして太陽などに向かって飛んだりしようか、
ほのかな光は書物を読むには役立たないが、時には旅人である私の、衣に泊まり火を灯す。これが批判的かっていう感じですよね。はい。風に乗って帳の向こうに飛んで行っては小さく見え、雨に濡れて林の方へ向かって行ってはかすかな光を発する。冬10月の冷たい霜も茂くなる頃、衰え切ってどこに行くのだろうか、なんていうふうに書いてありますが、5番を見てみるとこう書いてありました。蛍の夜べなくさまよう様、さまよう様を多様な角度から描写、いろいろなところの蛍を描いてましたね。そこに、はい、これちょっと文学史なんですが許してください、作者自身の旅人としての姿。徒歩というのはその漂白、あの科学でいう漂白作用じゃなくてさ、この漂白、さすらいの詩人なんていうふうに言われてましたね。ですのでそういう文学史的な知識も要求したのかもしれませんね。はい。あちこちの蛍を描くことであちこち旅出ている自分のことをそこに投影した。はい。5番が答えになりそうです。大丈夫ですかね。でラスト、というふうに書いてあります。では久美子先輩に選び直す時間を与えたいので、久美子先輩が選んでしまった選択肢を教えてください。山にも様々な高さのものがあるように、学問文芸を収めようとする場合もどれを対象として選択してもよく、線引いて×、選んだものによっては真理からますます遠ざかってしまう場合を筆者は述べていましたよね。はい。では選び直してみてください。5を見てみましょう。山の頂上にたどり着くには、ここどうですか、安全な道、学問文芸を収めようとする場合も同様に基礎的で分かりやすいもの、これはダメだよ、分かりやすいものでもそれが真理と関係しているものか否かで全然変わってきちゃうんでしょ。5番も厳しいぞ。4、山に登る場合も学問文芸を収めようとする場合も選ぶ対象が重要、そうです、スモールステップでもどういう風なっていう部分ですよね。どちらも高い目標を選択し、その低いところから確実に進み始めてこそ上達、順調に上達し、いいですね。答えは4番でいかがでしょうか。